はい、どうも、カチです。なんかの岸田首相のね、支持率が、ここに来て上がってきてますね。外交上の成果が交換されたって形で上がっているようですけども、お金をね、いろんな国にばらまいただけなんですけどね。 G7 が終わって解散総選挙の可能性とかも結構あるみたいですけども、どうなりますかね。最近はね、金曜日の夕方には議員会館にはほとんど議員の姿がなくて地元に帰っているようですね。もともと来年にはね、自民党総選挙があるんで、その前にね、解散総選挙があるだろうという形で指摘をされていて、2023年度中に行われる可能性が高いという形で言われたわけですね。で、その早ければね、G7 を終えて6月21日の通常国会会期末にね、解散するんじゃないかということですね。そうだったらね、最短で7月9日に投開票になるようです。これはね、選挙期間中に安倍さんがね、亡くなってちょうど1年目の命日って形で、それをね、利用するんじゃないかってことですね。統一地方選挙も4勝1敗ですけども、次の選挙ではね、維新の会が躍進するだろうって形で言われてるわけですね。だからあえてね、安倍さんが亡くなって1年を迎えるときに選挙をすることで維新に流れる票を取り込めるんじゃないかってことですね。しかも最近はね、維新は梅村みずほ議員の発言とかでね、炎上したりとか、大阪府議団代表のね、笹川氏のハラスメントとか、いろいろとね、やるんだったら今だって形で思ってるかもわからないですね。安倍派閥の議員とかも、誰もね、トップになれる人間がいないし、選挙はね、弱い議員が多いですよね。しかも統一教会の力は借りにくいって形で、今選挙をしたらね、岸田首相を批判しにくいわけですね。本来だったらね、LGBT 法案とかも安倍派閥の SNS だけじゃなくて、国会議員とかもね、安倍派閥の議員とかはもっとね、わめいて良さそうですけども、選挙でね、不安を抱えている議員とかが多いからか、あまり大きい声をね、上げにくいわけですね。今解散総選挙をすることで、安倍派閥も来年の総選挙では対抗馬をね、出せないまでに無力化できるんじゃないかってことですね。国会議員はね、みんなこの選挙のことしか考えてないから、天皇陛下にね、お願いされた安定的な皇位継承とかね、そういったね、皇室典範改正の議論をしませんからね。どうなりますかね。ちなみに今日はね、2013年6月の週刊新潮の記事を取り寄せたんで、その話題とかね、小林芳則さんのゴーマリズム宣言からね、モンチの差別の話題とか、園遊会の話題とか、上皇ご夫妻の話題とかもね、扱いながらやっていこうと思います。2013年6月の週刊新潮の記事を取り寄せました。この頃はね、天皇家が攻撃をされた頃ですね。6月18日に予定されていた宮城県の被災地への訪問をね、予定されてましたけども、雅子様の体調が優れないということで取りやめになりました。実はこの5月にね、秋篠宮ご夫妻が福島県へ訪問されて、7月上旬と下旬に上皇ご夫妻がね、岩手と福島を訪問予定だったみたいですね。それだけにね、宮城県だけ訪問できない形になってしまったわけですね。この時はすでにね、2度延期されてたみたいです。この年は天皇皇后両陛下が結婚20周年って形で、節目の年でもあったわけですけども、宮内庁の方ではね、皇室典範を改正して上皇様が生前退院して、天皇陛下がね、即位を辞退するって形の案とかが出ていたようです。それでね、落としどころとしては一度ね、即位してもらってすぐに皇位を秋篠家にね、継承するってことですけども、それはね、秋篠様じゃなくて悠仁様へ継承をね、していただくって形の心づもりだったみたいですね。これはね、上皇ご夫妻が雅子様に不適格と判断を下されたってことですね。ただ驚いたのがね、6月16日に、スペインからね、帰国をされた皇太子様を雅子様が満面の笑みでね、迎えられましたって形であるんで、あの映像を見ればね、雅子様は元気ではないかって形で誰もが感じるだろうって形で書いてるわけですね。ちなみにね、スペインは6月10日から7日間の日程ってことで、雅子様は宿泊公務だけで気づいてるのにね、7日間の日程なんて、まず無理だろうしね。しかも帰国をしてすぐに宮城県の被災地って形で、それはね、無理ですよね。それが分かっていてね、宮内庁もスケジュールを立てているということで、宮内庁がね、雅子様をいじめているのか、ただ単にね、病気の知識がゼロなのかってことが判明したわけですね。ただ帰国を迎えるときはね、笑顔なのに被災地を延期されたってことで、何度も公務を休まれたから不適格ってことですね。雅子様にはね、皇后は無理だっていうことで、上皇ご夫妻が判断されたわけですね。で、今だったらね、分かりますけども、公務が続くと調整が難しいから、イギリスの戴冠式からね、帰国をしてすぐに園遊会はね、無理だとして、宮内庁がね、わざとぶつけてきただろうって形の話とかも出ましたよね。ちなみにここではこの美智子様が持ち上げられていて、美智子様はね、首から左肩にかけて数日間ね、激しい痛みに襲われたことがあって、職員もね、静養されることを勧めたようだけども、それでもね、美智子様は頑張って公務にお出になられたって形で持ち上げられてました。宮中祭祀をこなされれば肉体的負担が大きいから、症状が悪化するって形のね、悪循環になるから静養をお願いしたのに無理してね、出られて素晴らしいって形の悩みの記事なわけですね。これはね、どう考えてもこの職員が無能なだけですからね。
本来だったらまあ症状が悪化するのが分かっていたら職員がね体を張ってでも止めなければいけないのに、まあそれをね美談みたいな感じで書いてること自体がねおかしいし、雅子様はね肉体的なものじゃなくて精神的なものだから、まあ、それをね同列に比較している時点で病気のことを分かってますよね。まあこういった記事をね書くことでさらにまあ症状をね悪化させる要因にもなってたんでしょうね。今はようやくね美智子様が雅子様をいじめていただけ方形で気づいてきた人がね増えてきたから少しずつね体調とかも回復をしていくかもわからないですね。皇后陛下の公務としては十二人で大すべらかしといってね重たいカツラとか着物をね装着しなければいけないわけですね。この伝統も平安時代からのようですけども今の時代に合わせてね、まあ、カツラじゃなくてもねいいような気もしますけども言うとまあ難しいんでしょうね。まあ、ちなみにね美智子様はもうこの記事がね書かれていた10年前から正面からの声はね聞き取りづらくなっていたみたいで真横からね話しかけてたみたいですね。さらにまあ手すりとかがないと御所でのね階段とかも登るのも難しくなったみたいですね。体調的にも厳しいから生前退位っていうことをこの頃からね上皇ご夫妻は考えてたみたいで、まあ、そこにね女性宮家の取り組みとかね皇室の先細りとかも考えてたってことですね。だからまあこの時にはね安倍首相に女性宮家の要請とかも上皇ご夫妻の意向としてね2月1日に宮内庁長官経由でされたようです。まあさらにねその日の夜に安倍首相と昭恵夫妻を皇居に呼んで晩餐会の席でもね安定的な皇位継承の問題が議題になかったようです。まあ、ただねその1週間後に安倍首相はテレビ番組で女性宮家は皇統の安定的な継承においてね役割を担えないとして、まあ、女系にもねつながるからって形で否定したようですね。まあ、ここではね宮内庁への警戒心があるからって形で報道されてますけども、まあ、本当はね日本会議と統一教会への配慮があるからだったんですよね。まあ、上皇ご夫妻はね悠仁さまへ引き継ぎたかったようだけども、まあ、少なくともね安倍さんとは仲が悪かったみたいですね。まあ、ある意味ねこの時期に急がれていたら悠仁さまになってたんでしょうね。悠仁さまはねまだこの頃は6歳だったし早めにね決まっていたら教育方針とかも変わっていて帝王教育がこの頃からね咲いてたかもわからないですけども、まあ、どちらにしてもねもう今からは手遅れですね。ただまあこの頃はね上皇ご夫妻が次はね悠仁さまだった形の意向を、まあ、紀子さまも知っていたからね、まあ、ずっと美智子さまの振る舞いを真似してね来られたってことですね。それでまあ紀子さまは美智子さまからね教わった事柄のうちの最も大切に実践されているのがお気持ちをそのままね口にしないことのようです。まあ、もしかしたらねそれがこの原因でお気持ちをね口にしないようにしたらあの不気味なね狐と狸の笑顔が出来上がったのかもわからないですね。だからまああのね不気味な笑顔は言いたいことを我慢しているのかもわからないですね。まあ、ちなみにここでは秋篠宮様が天皇陛下の人格否定発言に苦言を呈したことや上皇様の定年についても言及されたことについてね、まあ、上皇ご夫妻の信頼を得た紀子様がね巧みにこのコントロールをしているかのようにお見受けされますって形で書かれていました。まあ、だからね秋篠宮様は上皇ご夫妻もどうしようもないずだった形で、ね、思っていたから天皇陛下からね秋篠宮様を飛ばして悠仁様へって形の思いがあったってことでしょうね。まあ、調べてみるとね46歳の誕生日会見で語っているようですね。高齢に達した天皇の公務のあり方について定年制というのはねやはりまあ必要になってくると思いますと考えを述べられています。一定の年齢を過ぎればね人間はだんだんまあいろんなことをするのが難しくなってきますんで一つの考えだと思いますって形で定年制を提案されているようですね。まあ、定年というのもね生前退院は特例じゃなくて天皇陛下が無理って形で判断された時点で継承されることはねいいと思いますけども結局ねこの発言に関しても断言なしの人たちは、まあ、聞かなかったことにしたんでしょうね。断言なしはね大体がまあ死ぬまで天皇でって形の考えでね、まあ、上皇様の生前退院も認めてなかったですからね。だからまあ断言なしの人は次はね悪者様だって形の人はゼロなんでしょうね。まあ、それでね悠仁様までの流れは揺るがせにしちゃいけないって形で言いながら、まあ、悪者様の、ね、名前とかは決してね口にしないわけですね。まあ、ちなみにね小林芳則さんのゴーマリズム宣言ではまたね文字の差別について扱っていました。憲法14条に全ての、ね、国民は法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分または文字によって政治的、経済的または社会的関係において差別されないという形であるわけですね。まあ、武田信也さんもね八木秀次さんも自称憲法学者ですけども、まあ、憲法にはねあまり詳しくなかったということですね。文字は家柄とか血筋のことですけども旧宮家の人をね特別な家柄だって形で認定することを禁じてね日本国民全てが平等だって形で憲法で決めたわけですね。日本国民の証として戸籍にね名字が記載されている人は全て国民で平等だって形で、まあ、皇統譜にね記載されているのは皇族で彼らは憲法の平等理念の例外だってことですね。皇族は人権に関してもかなり制限されているわけですね。まあ、そんな制限されている皇族に対して男系皇子派は旧宮家系からね基本的人権を奪って皇族の養子にしろって形で言ってるわけですね。まあ、これはね文字の差別で憲法違反になるよってことですね。愛子様の婿候補としてもね勝手に男系男子と結婚しろって形で誘導するような記事とかも出てるわけですね。
まあ、最近ではね、男系男子派とかも、文字の差別で無理なことを学習しだしてね、まあ、それだったらって形で、愛子様がね、男系男子と結婚したら、文字の差別の壁を突破できるということで、まあ、そういったのをね、促進するような捏造記事とかも出ているところですね。そしてまあその記事にね、八木秀次さんが宮内庁関係者とかね、官邸関係者として登場してるわけですね。しかもまあ憲法学者なのに、一時的にね、特措法の旧宮家系の男子を皇族の養子にしろって形で記事で言ってるのも、まあ、この人だってことですね。まあ、憲法を一時的に、ね、変えることは無理だっていうことで、文字の差別でダメだってことですね。天皇皇族に関しては憲法第1章で例外としてね、規定されていて、憲法14条の例外で基本的人権が奪われているってことですね。まあ、小室圭に関してはね、家柄が悪いということで、これもね、文字の差別だけども、これは小室圭がただの出来損ないだったらね、よかったけども、与党刑事告発とかも受理されてしまうようなね、犯罪案件って形で祝福されずにね、結婚して炎上したわけですね。まあ、皇族はね、基本的人権がないから、本来であれば皇族の誤解があれば、宮内庁が晴らさなければ、ね、いけないけども、秋島家の疑惑なんかはね、余計にまあ、隠そうって形でして、隠蔽体質って形で言われていてね、まあ、これがね、秋島家の指示で隠蔽体質だって形で報じられているわけですね。まあ、さらにね、皇位継承者は国会で決めるから、男系男子派のね、安倍派閥が自民党で力を持っているうちは、まあ、岸田首相もね、ポチで何もできないということですね。天皇陛下は国民のね、象徴で、天皇が本心を言えないなら、国民がそれをね、忖度しなければいけないわけですね。ただまあ、メディアとかもね、言論人も、宗教政権に忖度しまくった引き換えに、美味しい利権をね、もらっているところですね。まあ、忖度っていうのはね、相手の気持ちをおもんばかるっていうね、いい意味での言葉なのに、悪い意味でね、使われてしまっているところですね。上皇様が生前退院するときに安定的な皇位継承をね、願われたのに、政治家はそれをね、無視して、メディアも天皇の意向を尊重せずに、宗教政権に忖度をしているところですね。まあ、ジャニーズもね、似たようなもんですけどね。まあ、ちなみにね、文春で上皇ご夫妻と園遊会のことが書いてましたね。まずこの上皇ご夫妻に関してですけども、皇室の方々がね、公務では行きたい時期にね、行きたい場所へ行くことができないけども、まあ、今回のようにね、上皇ご夫妻の私的旅行は、行きたい時期に行きたい場所に行けるということですね。まあ、さらにね、上皇ご夫妻の費用っていうのはプライベートマネーからね、出されるのも私的な旅行の特徴の一つってことですね。まあ、このね、プライベートマネーっていうのが内定費なのか、株とかね、本の出版とかで得た利益とかも含まれているのかが微妙ですけどね。まあ、今回の旅行はね、景色を楽しまれるようなご旅行とは違ってね、文化の継承を支援されるという形の意味合いとかがね、強かったと思います形で述べられてますね。まあ、修復されたね、ローブデコルテとかをね、見られたってことですけども、まあ、この修復にもね、まあ、いろいろとね、怪しい人脈がいるかもわからないですね。まあ、ちなみにね、園遊会での雅子様の衣装についても触れていてね、淡い水色の訪問着で流水と菊、そしてね、勝負が描かれてたってことですね。まあ、勝負はね、5月の節句でおなじみでね、長寿のまじないとかね、邪気を払うためにも使われてきた植物ってことですね。だからまあ、招待客の健康とかを願うお心がね、感じられるってことですけども、まあ、勝負のね、植物だから、勝負にもかけた縁起物でもらうって形で、まあ、スポーツのね、世界で活躍をされている方とかも多かったんで、まあ、そういったね、応援の気持ちとかも含めた衣装だったんでしょうね。もうこの雅子様はね、完璧すぎますね。あの短時間の園遊会で、数々の神対応をされてますよね。園遊会では歌舞伎のね、片岡さんにも質問内容をね、とっさにまあ切り替えたりとか、ジェンダーとかも意識して、ご家族様ですかって形で質問されたりとか、まあ、すごいですね。しかもすでにね、会話が終わった高木選手も、牧島ご夫妻とのね、会話が終わったみたいで、ポツンとされてるから、卓球の伊藤選手と、まあ、会話をね、つなげたりとかして、神対応ですね。まあ、あのちょっとしたね、時間とかで、これだけの対応ができるって形で、さすがですね。しかもね、生で見てる分にはなかなかね、気づかないけども、後で指摘されて見てみると、わかるってことですね。まあ、ちなみにね、ポツンとされていた高木選手も、実はね、気合を入れていて、2年がかりかけて作った振り袖みたいですね。職人の手作業によって、今回のね、園遊会も楽しみにされてたんでしょうね。高木選手はね、2018年の秋にも参加されていて、2回目って形でね、アスリートもこういったまあその晴れの舞台は楽しみにしていたって形で、まあ、いい思い出に、ね、なったかもわからないですね。まあ、ちなみに、ね、週刊新潮では、マスク着用について対話をね、重視される天皇陛下ならではの対応だろうとしながらも、マスク着用はね、ほぼなくなって、秋篠宮ご夫妻とかね、佳子さまの公務とかも脱マスクをされているところですね。佳子さまについては5月13日にね、都内で緑の感謝祭の式典に名誉総裁の立場で出席されて、演台でね、緑の大切さをしっかりと語られて、式典の最後には子供たちからの花束贈呈もあったようですね。まあ、それがね、名誉総裁だから、本来であればね、花束を贈呈する側ですけども、まあ、なんでね、お前がもらってるんだっていうね、違和感はあったかって形で、まあ、ちょっとね、皮肉られてましたね。まあ、アクション系はね、ちょっとまあその勘違いでは済まされないぐらい、だいぶね、勘違いしてますよね。まあ、ちなみに園遊会はお客様を招く側だから控えめな装いが基本で、雅子様は淡い水色の和服を選ばれたわけですね。ただまあ佳子様はね、自分が目立つようにって形で一番目を引くね、洗いがき色の生地を着ていたってことですね。まあ、園遊会とかもね、初めてで、まあ、自分がね、主役だって形で思ったかもわからないですね。
まあ、花子様もね、着物では定評があるから、佳子様のファッションに、まあ、これは今日はね、やらかすかもなって形で隣でね、見守ったのかもわからないですね。まあ、ちなみにね、篠原丈一郎さんがニュース丈一郎で、まあ、上皇ご夫妻はね、門川市長とも会ったってことで扱ってましたね。しかも例のね、宗教構想のために皇族にね、京都に来てもらって、とどまってね、移住していただきたいって形で、まあ、そういった思いとかもね、上皇ご夫妻に説明したようですね。Facebook にそのことも書いているということで、まあ、皇族を利用しようって形でね、することもやばいし、今いろいろとね、自分が迂回裁判とかで話題になっているのにね、全くまあ気にしないようですね。まあ、ちなみに、美智子様の印税からの修復費用の一部ということですけども、平安時代にね、120冊以上出版しているみたいですね。印税の費用とかを修復プロジェクトに当てていることはね、いいことだけども、なんかそんなにね、本を出版する必要があるのかって感じで感じちゃいますよね。まあ、その印税はね、いろいろとまあその週刊誌とかも買収していたんかもわからないですね。週刊誌とかをね、出版しているところから本を出したら、私の本はね、名前だけでそこそこ売れるからって感じで、いろいろとまあ出版社とかもね、言いなりになっていったのか、なんでね、そんなポケットマネーが欲しいんでしょうね。まあ、ちなみに今回のね、一番の目的は、葵祭りじゃなくて、昭憲皇太后の着用されたドレスの修復後をね、見に来たようですね。まあ、このプロジェクトは、中世日本研究所で、本拠地はね、コロンビア大学みたいですね。名誉所長はね、バーバラ・ルーシュで、1994年に上皇ご夫妻がね、アメリカに行った時に、日本美術コレクターのメアリー・バーグ氏とね、会っていて、まあ、その時にこの人物もいたようですね。皇室のお宝をいただくじゃないかってことで、まあ、文化庁のね、移転とかも、いろいろとまあその関係してるかもわからないですね。まあ、それでね、このバーバラ・ルーシュとジョン・カーペンター氏がつながっていて、2人ともね、愛子様も参加していた立命館大学の21世紀 COE プロジェクトで、文科省からね、10億円の課金費がもらえたみたいですね。まあ、秋田様がね、研究に加わっているのも、すぐにね、課金費がもらえたりとかありましたけども、いろいろとね、忖度があるんでしょうね。まあ、それでね、みんなこの皇族とつながろうとして、バーバラ・ルーシュさんとかカーペンターさんに関してはね、美術品が狙いなんでしょうね。まあ、いろいろとね、悪い人はつながっていきますね。まあ、ちなみにね、みなもニュースさんが、雅子様のね、遅刻癖の話題についてもね、扱っていて、美智子様も遅刻癖がね、あるでしょうって形でやってましたね。昨年7月に開催された、まあ、小児がんのね、子供とか、家族らを支援するチャリティーコンサートでの遅刻ですね。あれは開演してね、1時間してから入場ですからね。まあ、あれは、ね、遅刻っていうよりも、注目を集めるためにね、わざと遅刻なんだろうけども、まあ、そういった意味ではね、わざと遅刻をする癖っていうのは、美智子様のお箱なんかもわからないですね。まあ、ちなみにね、チャリティーコンサートで収益の一部が患者の支援団体などに寄付ってことで、美智子様はね、ほぼ毎年足を運んでるんですね。ただまあ、いくつかの記事を見ても、美智子様がこのチャリティーにね、寄付をしている記事とかは見つかりませんでした。ただコンサートが見たいだけみたいですね。まあ、せめてね、毎年まあ見られてるんだったら、気持ちだけでもね、寄付とかしてほしいですね。まあ、週刊誌を全部チェックをしてる美智子様だから、SNS とかでね、私的旅行がトレンド入りしたこととかも知ってるんですかね。さすがにスマホは持たないだろうしね、週刊誌の情報だけしかわからないですかね。まあ、それにしてもね、いろいろとまあその最近のトレンドで、いろいろとまあ流れが変わってきたんで、皇室典範も早急にね、改正してほしいですね。まあ、そしてね、悪いことをした人たちは、みんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されたと思いますか？このチャンネルでは、国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。